はイブルーン。レッツカさあ、今日も撮っていきたいと思いますね。え今日はですね、え今日のテーマは、追加商品決定、えー、一度式キャラクターコンテストというテーマでですね、えお話ししていきたいと思うんですけども、えなんとか、あの、こちらのチャンネルでも、え告知しております。え一応、5月の末まで、えやっておりますね。5月の末までやっております。えー、一度式の、えキャラクター、 あのー、なら何でもいいんです。えー、一度式のキャラクターをですね、ぜひぜひ書いて、えー、もらってですね、えー、ツイッターにですね、えー、ハッシュタグ、一度式キャラクターコンテスト、えー、をつけて投稿するだけと。で、えー、優秀作品3名の方にですね、えー、その投稿していただいた、えー、 画像ですね。画像というかイラストをですね。あの、ゴリ先生の方で N F NFT 化して、えー、プレゼントさせていただきます。で、今回はですね、ね、マーケットプレイスヘキサを使いますので、あのー、ツイッター連動になりますからね。えー、ぜひぜひツイまあどちらしろ、ハッシュタグ、えー、一度の、え、キャラクターをツイッターに投稿してもらわなければいけませんので。 え、ツイッターのアカウント、え、さらに、ヘキサでですね、NFT をプレゼント、え、でお渡ししますので、ヘキサのアカウント、え、を作っていただく形にはなるんですけどね、え、ツイッターのアカウントさえ持ってれば、え、連動で、確か簡単に、え、サクッと作れるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、え、審査員の方はですね、もう、あの、内定、が決まっております。え、3名の方。 あの、またですね、え、ちょっと、え、紹介、審査員の方を紹介していいかどうかというのを確認もしながらですね、もし紹介できるようだったら、3名の方の、審査員の方もこちらのチャンネルで紹介していきたいと思います。一切ゴリ先生は関わらずですね、審査員の方3名が厳正、厳正な審査をするというような仕組みでいきたいと思っております。なぜかというとですね、ちょっと、 一度の、えぇ、生徒の子たちはですね、少し盛り上がる商品が、え追加で決定しました。え決定したんです。えそれがですね、えこれがまさにその、ヘキサ、えヘキサの、えアカウントで、ゴリ先生の、あの、所有しているアカウントではあるんですけど、この三つ、えロックマくん、えソロチュウえソロウサちゃん、 この三つのですね、えー、これ、折り紙で、えー、ダーちゃんさん、あの後で、えー、ちょっとこの後、あのー、紹介しますけどね、えー、に作っていただきました。で、えー、ちょっと今見せられないんですけどね、あのー、袋土地の中にですね、えー、折り方の YouTube 動画が、え、入っております。で、それをですね、えー、なんと、プレゼントします。えー、ということはですね、あのー、 えー、そうですね。ええー、と、折れるようになるんです。<laughs> あの、折り紙で。えー、シロックマー君とですね、えー、ソロチュさらに、えー、ソロウサちゃんがですね、こんな可愛らしい、えー、のがですね、折り紙で折れます。で、ええー、ソロダーチャンさんがですね、すごく、あの、親切、丁寧に、あの、動画を、ええー、作っていただきました。僕もまだ、えー、今日、 え、NFT を購入したばかりなんでね、全部を、えー、こと細かく見てはないんですけど、非常に、あの、丁寧な解説で、えー、保護者の方、もし、小さい生徒、あのー、まだ未就学児の子たちだとですね、えー、ちょっと、やっぱり保護者の方の、えー、手を、えー、ぜひぜひちょっと借りないと、ちょっと難しいかなというところはありますけど、えー、全然、あのー、ゴリ先生でも、えー、まあ、 あの、ここまで綺麗には作れなくてもね、えー、十分作れるかなというような、えー、内容になってますんでね、ぜひぜひ狙ってみてください。まあちなみに、あのー、ダッチャさん非常に、あのー、こんな、これすべてそうですよね、折り紙なんですよね、えー。素晴らしい、素晴らしいです。こんな作品も、えー、ずらっと、えー、出されておりますんで、えー、そこの中の、ここにも3つ、えー 白クマファミリーが並んでますけどね。あのー、素晴らしいです。えー、そんなダ、えー、ーちゃんさんのですね、ツイッターのアカウントを、えー、ちょっと、えー、ご紹介させてもらえればなと思います。えー、創作、えー、折り紙サッカーと、えー、元祖折り紙 NFT ということでですね、まあそんなにあのー、 アピールは、えー、されてはいないんですけども、ああ、いろいろとうちの、すいませんね、ありがとうございます。うちの、ええー、告知をありがとうございます。あのー、直近ですと、えー、南紀白浜、え、の、 えー、パンダ、アドベンチャーワールドですね。えー、で、えー、販売されております。えー、パンダ、黄金の紙ですよね。黄金折り紙で作れる、えー、パンダ。もうこちらも監修されております。現状ですね、現状は多分リアルのアドベンチャーワールドがここ数日まで、えー、販売されるんですけども、えー、っと、 オンラインで、オンラインでそのうち、えー、確かここの内容には載ってないかも分かりませんけど、えー、オンラインでですね、あのー、オンラインでも、えー、購入が、えー、可能になりますよというような、えー、内容も見ましたんでね、またあのー、そちらの方はツイッター等をチェックしてもらえばいいのかなというふうに思っております。えー、そんな感じでですね、だいぶ、あのー、 えー、応募もですね、すでに、えー、確定の段階で3つ、えー、3作品来ております。ですからもう、えー、この段階であと1作品入った瞬間にも、あのー、そうですね、えー選、選抜というか、あのー、ちょっと獲得できない方も出てしまうんですけども、うん、あのー、ぜひ、えー、 この優秀なですね、NFT クリエイターの方たちにですね、ぜひぜひ自分の、えー、イラストをですね、あの、見せつけるチャンスでもありますしね。えー、当然先ほど、あの、自分の作品が NFT になって、えー、ぜひぜひ NFT とか、えー、メタバースの世界をもっと身近に感じてほしいというのが、えー、この大会の趣旨ではあるんですけども。あの、子供たちに人気な、え白熊くんとかですね。 えー、ソロ中だったかな。えー、あと、名前忘れちゃうんだよな。ソロウサちゃんか。あ、ここの中には載ってないかな。ソロウサ、ソロウサちゃんね。あの、あ、乗ってた乗ってた。この子ですね。あの、みんな人気なんでですね。ぜひぜひそれを折り紙で。 折り紙で作れるようになる、つく、折り紙で作れる作り方の動画がですね、えー、プレゼントされますんでね、えー、ぜひぜひ、あのー、一人でも多くの方、えー、参加していただけると嬉しいです。はい、えー、今回もですね、一応5月の末まで、5月の31までに、えー、写真、写真撮ってもらって、あのー、もう、ハッシュタグ、一度式キャラクターコンテスト、えー、で、 えー、つぶやい、あの、ツイッターに貼ってもらえばそれで OK ですからね。えー、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。